はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。佐川信行様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に、ありがとうございます。9月17日、日曜日、夕方、都内にて、北朝鮮による拉致被害者、スクーカイさんが、内閣府に提出する署名を集める活動を行います。急ですが、メール党員の皆様、お手伝い参加、よろしくお願いいたします。行かれたメンバー紹介するぜ。社民党副党首大椿優子、日本人の日本人による日本人のための政治をする人を選ぶというのがそもそも間違いです。何言ってんだって話なんですけど、何言ってんだろう。世論、なんか変な薬決めてますか。今日一の笑えるツイートありがとうございます。つまり有権者のために働かないと、それで有権者の支持得られると思ってんの。スパイとしか言いようがない。そんなんだから嫌われ憎まれるんですよ。あなたは一体何人なの。そんなんだから社民は消滅しかかってんですよ。日本人の日本人による日本人のための政治を掲げる日本改革党とは真逆ってことはですね、うちは正しかったんだって、証明してくれてありがとう。大椿の逆だからうちは正しいって、確信できますね。これ自信持てますね。憲法全文、国政の権は国民に由来し、その権利は国民の代表者がこれを行使し、その権利は、国民がこれを享受するっていうのがですね、まあ日本人の日本人による日本人のための政治ですね。こう言い換えると憲法もわかりやすいんじゃなかろうか。国政の権威が日本人に由来し、その権力は日本人の代表者がこれを行使し、その福利は日本人がこれを享受する。これ書き換えた方が良くない、って、思うんですけどね。普段はですね、大椿あたりは憲法守れってうるせえんですけど、その時の都合でガン無視っていう、あの見事な使い分け。憲法守りたいのか守りたくないのか、どっちなんだいっていう、実はうるせえばっかりで憲法の内容はよく知りません分かってませんって可能性ありますね。社民とこいつに投票してくれたイカれた有権者は日本人じゃないのかな。有権者っつうと普通日本人のはずなんだけどな。日本人のために働かないって大椿宣言してるけど、投票した支持者はそれでええんけ。それともはね、あの支持者の脳みそは日本人じゃなくて、あの地球市民ってオチなんですかね。私は日本人ではない、地球市民だっていうオチなんですかね。まあ、あの、こんなイカれたのお店だから消滅しかかってんですよね。イカれたメンバーを紹介するぜ。鳩山幸男、76歳無職韓国禅宗大学、ポッポに名誉行政学博士号を授与と、13日だって。世論です。バーカ、帰ってくんな。もうあっちに住め。土下座した甲斐があったら、あっちじゃ大人気だな。弟さん、あの世で泣いてるぞ。好きにしていいんで、そっちで引き取ってくんない。日本の混乱と衰退に貢献したご褒美か。安倍叩きは謝税です。謝税です。安倍の葬儀はうちが出すって言い放った朝日新聞、若宮、吉文、主筆ですね。韓国東西大学、トンザ教授、任命。トンザですから、まあ、臨時ってことなのかな。臨時教授ですか。ソウル大学、日本研究客員研究員任命。2016年4月27日、北京のホテル浴室で遺体発見。享年68歳と。謎ですね。朝日新聞記者、上村隆史65歳。この人はまだ生きてます。元慰安婦、括弧自称、キム・ガクジュンの証言から、慰安婦問題捏造開始。2008年第8回早稲田ジャーナリズム大賞受賞。2014年、北海道にある北西学園大学で非常勤講師。2015年韓国カトリック大学客員教授。2018年24回キムヨングン民族教育賞受賞。19年第7回リA、なんて読むんだろうね、賞を受賞。パヨ活動ですね、
一生懸命やるとどっかの大学が拾ってくれたり、なんかあの名誉教授賞とか学士とかくれたり、パヨはですね、あの私利私欲のためにこれを目指して競って、嘘をつくと日本を混乱と日本のあの社会を混乱させるために頑張ると嘘をつくとゴミメディア関係者はですね、再就職先の大学が減ると困んで、一生懸命にですね、大学大卒じゃなきゃ、プロパガンダを実施しておりますね。少子化の大きな原因となっている、北星大学、聞いたこともないですね。一体何を教えてる大学なんだか、まあ育成といるんだな。鳩山は76歳だそうですけれども、今年ね、こいつ長生きしそうですね。不破鉄道93歳まで生きてますもんね。こいつも長生きしてますもんね。歌人薄命、人の迷惑帰り水っていうのが長生きの秘訣ですかね。まあ何が言いたいかっていうと、パヨ活動を頑張ると韓国の大学の教授になれたり、学士をもらえたり、賞を取れたりするっていうパヨのご褒美が存在する。だからパヨは一生懸命パヨ活動をパヨパヨ頑張ると、そういうことですね。西哲夫、山口県、上関町って読むんですかこれ。上関とは読まないよな。上関かな。関関って読んだりもするな。わかりません。町長、核燃料中間処理施設設置を容認。自家用車を反対派住民に取り囲まれる。車の電話を蹴られ凹んだので、警察に被害届提出。修理費用は13万円程度かかる模様だそうであります。ひどく蹴られて凹んじゃったのかな。世論です。活動家やりたい方で。テロだろ。警察何してんの？戦前になぜ治安維持法だの、特別高等警察だのがあったか、お分かりいただけただろうか。電気使わない生活してんだろうな。平和平和と言いながら最後は暴力。絶対地元民じゃなさそうな。パヨチンの目的は崇高だから、何やってもええんやってって言ってた。論より大声嫌がらせ、最後は暴力そのまんまですね。犯人はすぐ捕まったと思うんですけど、地元住民じゃなくて多分あのよそから来た地球市民の仕業でしょうかね。自分のは絶対正しい、だからあの手段選ばなくてもいいんだ、いうですね、人殺してもいいんだみたいな理屈、どっから来るその自信って思うんですけど、秋山小平、剣術を10年やると俺はなんて強いんだと思う。次の10年の修行で俺はなんて弱いんだと思う。次の10年で何がなんだかわからなくなる。これはあの剣客商売っていうあの小説、池波正太郎の覚えてるセリフなんですけれども、バカで幼稚な人間のクズにしか地球市民は務まりませんよね。だいたい普通の人は俺は正しいって思ってるけど、果たしてそうなんだろうかって疑問持つもんね。バカだからね、疑問持たねえんだよね。浜松署、ガールズバー代金3万3000円を払わなかった韓国人44歳を逮捕。6時間いて3万3000円、踏み倒し、6時間もいて3万、安い、変なとこで盛り上がっておりました。ガールズバーの相場私わかんないですけど、6時間いるといっぱい持ちと取られるんでしょうかね。6万ぐらい、わかんないな、相場が全然。皆様の行きつけのガールズバーの相場を教えてください、コメントで。もし行ってる人がいれば。小山警察署、小山かな、栃木県ですか、群馬県、小山遊園地、小山遊園地あっとこかな。20代の女性に声かけて近くの公園に無理やり連れ込み、わいせつ行為をしたとしてインド人34歳を逮捕。インド人は珍しいな。インド人の犯罪者ってインド人の仲間が闇から闇に葬るから、あんまし出ないって、聞いたことあるんですけれども、三重県伊勢署、路上で10代女性を 襲った、で抱きついたり、チューしたりなんかしたスリランカ人、ワンニャハラチカンカナンゲヌアン・サミーラ36歳を逮捕。これ調書取る側も
大変だな、早口言葉見て。盛岡地裁カンボジア4名を起訴、ドム23歳、クム22歳、ルム25歳、ボー29歳、罪状は不法滞在、覚醒剤使用、検問逃れの逃走罪、建設資材窃盗と、なんかパトカーとカーチェイスやったんだって、警視庁詐欺グループ指示役の中国人留学生リュウ40歳を逮捕、少なくとも9人は仲間がいる模様。手口はですね、他人の ID で買い物して、被害総額は約8300万円だそうであります。試験ですけど、留学生40歳っていうパワーワード、犯罪するために学生に偽装してビザ取得して滞在してんでしょうね。つまり犯罪に留学生を装ってやってきた偽装留学生、犯罪係数の高い国の留学は禁止にしてほしいですね、これね。加害者が外国人で被害者が日本人の場合はですね、侵略とみなして侵略罪を加算してほしい。そのために侵略罪を新設しなければならないっていうんだったら作ればいいんですよね。10月1日、外国人実習制度廃止でもやります。コール案、実習制度で不法滞在を増やすな。外国人実習制度廃止しろ。不法滞在を許さないぞ。不法滞在者24万人を許さないぞ。これ24万人もいるって知らない人いっぱいいると思うんですよね。それで沿道の人にちょっと聞いてもらいたいんで、偽装難民を許さないぞっていうあたりでしょうか。19日、警視庁でデモ申請してきます。それが終わったら正式に告知できるようになりますんで、皆様のたくさんのご参加よろしくお願いいたします。話題であります。100歳以上は過去最多の92,039人、53年連続上昇、92,139人、日本中でですね、100歳以上を迎えたと。最も少なかったのが埼玉県45人。全国に9万人もいるのに埼玉県には45人しかいない。それが34年連続1位で少ないって言うんですよ。一体なんでなの、なんで埼玉は100歳以上に皆さんなれないの。理由が全然わかんないですね。浮気が1位っていうのはなんとなくわかるんですけど、埼玉県の人は浮気率が全国1位。東京に働きに行って華やかな東京で浮かれちゃって、まあ職場の方とみたいな、パターンが多いんじゃなかろうか。県をまたいでっからなんか遠くに来たような、一日で日帰り旅行気分っていうのもあるし、なんか浮かれちゃって、浮気しちゃうのかな。つまり都内で働いている埼玉から来ている人は浮気しやすいというですね。まあ誘えとは言ってませんけれどもね。そしたらね、千葉でも神奈川でも条件一緒っぽいんだけど、なんでだろうな、なんとなく。100歳以上がなんで埼玉少ねえんだろう。これもですね、皆様の説をコメントでお願いいたします。こういう理由で埼玉は100歳以上になかなかなれないんじゃないか。長生きできないんじゃないか。男女比は男性 11.5%、女性が 88.5%、ほぼ91ですね。寿命競争では女性が圧倒的有利、男はか弱い生物、男は生物的に脆弱とも言えそうです。靴沢予想なんですけれども、100歳以上今後はどんどん減ってく、53年間連続上昇だそうですけれども、今後減ってくんじゃないか。理由はですね、戦後生まれは栄養豊富で食品添加物もふんだんに取っているので、戦前生まれのように長生きできない。異論は認めます。この異論に、これに対する異論もコメントで、書き込んで、ください。教えてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。